皆さんの会社コストダウンすべて手をつけてますか？絶対にイエスっていう人はいないと思うんです。それでは3番目、はい、3番目は原価を徹底的に引き下げると、うんうん、やっぱりこの売上を最大に、その経費を最小にという部分でも、この3番目にこの原価を引き下げていくと、下げるべき原価と下げてはいけない原価、会長の考えがあれば。そうですね、これもやっぱり全員で考える。まあ、原価といってもいろんな経費がありますから、はい、直接の、まあ、コストの原価と、はい、それから間接費的な原価、これ全部やっぱり引き下げてからいけない。はい、まあ、結構日本はですね、今、いろんなこう長期の不況の中でそういうものができてきますけど、さらなるその絞りですね、はい、よく言います、雑巾を絞ってもういいと思うんじゃなくて、さらに絞るっていうね、このことが重要だ。ただし、はい、それは商品の質を下げたりね、からお客様のサービスを下げたりしてはダメなんで。だから私よく言うんですけど、ペットボトル、これが120円で買ってました、100円で売ってるとこないのかなって、はい、探せばありますよね。やっぱりだからそういう意味で同じ効果のあるものを値段を安く買う、それからやっぱり作り方、これのね、改定を基本で考える。これは六下五郎助が昔よく言う話で、トヨタ自動車がアメリカに車を売りに行くときにですね、カーラジオはですね、高かったんです、うん、で松下電器に半分でやってくれって言われた時に、半分の値段でやってくれ、それは別に自分が儲けたいんじゃなくて、アメリカに出るためにトヨタがそういう思いで言ってきた、断ったわけですね。パナソニックできないから松下さん断った。ところが松下幸之助がそれを聞いて、とんでもない、やってみようって、うん、ね、それで設計を初めから全部見直ししてできたんですよ。だからちょっとした改良とかコストダウンっていうのは結構大変だけど、根本的な改良っていうのはできるはずなんですね。ですから、まあ今ズームっていうことあって、やっぱうちなんかもお客さんのところに行かなきゃいけない、これがズームでやるとできる、はい、これ時間のコストダウンですよね、はい、こういうものも十分にできるし、それからやっぱりいろんなデータも今 RPA っていうですね、そのね、AI を自動でこう作るソフトなんですね。でこれをどんどん活用すると、今まで10時間かかったものが夜中ね、パソコンがこうチャカチャカ動きながら10分でできちゃうっていう世界が今あるわけですよ。こういうやっぱりことをする、時間的なコストダウンと経費的なコストダウン、経費的なコストダウンってのは結構というか作り方自体を考えなきゃいけないからね、時間のコストダウンっていうのはやっぱりある意味では、そのいろんな今の近代兵器を使ってやるコストダウン、この両方をね考える。だからこれも製造だけじゃなくてね、間接業も営業も、営業もそうですよ、営業もね、この間もうち役員会でですね、やっぱりある部門が全然生産性上がってないけどどうすんだって話になると、担当がですね、コストダウンを改革する気持ちがないんですよね。この気持ちをどうやって持たせるかってことが必要だと思うんですよ。それしないと残業が減らないで、残業代っていうんじゃなくて、やっぱり体のことで減らない、だからコストダウンができないんだって言うんだけど、本当は生産性上げたらコストダウンになるわけですよね。そこをやっぱり幹部がきちっと伝えていかないといけないし、まあその辺があるんですよね。だからまだまだ我々が見てるとやるべきこといっぱいあると思います。打つ手は無限です。ですからそういう意味では打つ手は無限、皆さんの会社コストダウン全て手をつけてますか？絶対にイエスっていう人はいないと思うんです。それをぜひリストをして、その中で一つ一つコストダウンをしていく、これが重要かなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、すごくポイントとして、この経費のコストダウンはもちろんなんですけど、その時間的な
そのコストダウン、それはつまり新しいことへの挑戦、 RPA もそうですし、生産性を高めていくっていうことのキーワード、実はこの次のキーワードがこの生産性を高めていくっていうことになってたんですけど、まさにそういったところでのこの原価を下げていくところでの、ただただ安くするのではなく、なくすだけではなくて、どうしたらより良くしていけるのかってことにも挑戦していくってことが大事になってくるんですね。はい、はい、あとすいません、もう一つ忘れました、はいはい、うち業績ですね、はい、多分これから悪くなるっていうふうに思ってるんです。お客さんが潰れてしまったりね、そうしないないけど、やっぱりそういうようなコストダウンをして顧問料を下げてくれて出てくると思う。でこの間のボーナス、7月のボーナスどうしたかっていうと、はい、実はうちの社長がですね、役員会の議題を私のところ持ってきたんです。私と会長と社長と専務はゼロ、ボーナス7月ゼロね。それで役員、その他の役員はある一定の素揚げで、それを役員会にかけたんです。それはやっぱりコストダウンをやっぱりトップが、上が示して、でそれをね、みんなにこう波及させるっていうことで、その思いでやったわけです。そしたらですね、役員の一人がですね、水臭いって出たんですね、うん、なんで社長と会長と専務だけゼロで我々はね少しの減なんだ、おかしいじゃないか、一緒にやってんだからって言ってですね、その全部の値引きっていうか値下げの金額を12の役員で割って、その率でボーナスこの間減額をしたんです。やっぱりトップがやっぱりその気持ちね、トップがもうどんちゃん飲み会やったり派手なことをして、でお前らコスト下げではできない、やっぱりトップがまずそういう思いをしないと、やっぱり社員はついてこないかなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。まさにそのトップ自らができることをそのしていくと、そしてそういう発信に、まさにその先生方のこのグループの方々はもうチームでやってるんだからというような、本当に全循環が回っているようなエピソードですよね、と。涙出ました、私は。まあよかった、やっててよかったなって、うん、素晴らしいその思いの、まあそのコミュニケーションというかつながりを感じるようなエピソードですよね。はい、ありがとうございます。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。